どうもこんにちは、小佐島です。今日は、今ここにある本願寺の危機、新しい両下問題とは、ということについて、こう流れでお話しいたします。今、大変なことが起きているのをご存知でしょうかテレビでも報道されたり、ニュースになったりもしています。この新しい両下門問題について、どう思うかぜひ話を聞かせてもらいたいと。こういうリクエストもたくさんありまして。しかもこの問題の内容というのはね、私たち、つまりあなたにとっても非常に大切な問題ですので、 今日は今大きな問題になっている新しい両下門問題についてお話をいたします。他のニュースとかではね、話しできない、そういうところまで突っ込んでお話してますので、ぜひ最後までお聞きください。そもそもこの新しい両下問題とは何かと言いますと、これは浄土新宗の本願寺。本願寺といっても東西、西と東がありますけども、その西本願寺の方で起きている問題なんです。その西本願寺のトップは門主と言われるんですけども、 まあ現在、世襲でね、行われていまして、お子さんが継いでいくということですので、まあ大概はですね、本当の実力者、大切な人は別にありまして、その中でも大切なのが、浄土真宗の教えの面、その教学の責任者、漢学両党という立場の人と、実務を行うトップ、総長と言われますけど、この漢学両党と総長が非常に大切な立場にあるわけです。ところが、この新しい両下門問題によって、 教学のトップである官学両党も、実務のトップである総長も、共に辞任するっていうね、こういう大きな問題が起きてるんです。まあ、報道上はね、この体調の関係と、こう言ってますけども、まあ、官学両党に至っては、新しい両権もね、発表したもう数日後に、もう私疲れ果てましたということで、やめてますし、まあ、この問題によって一番ね、激しく攻撃された総長、そのど真ん中でやめてますので、 まあ普通に考えて、この新しい両下門問題によって、官学両党も総長も辞めたと。まあ、こう言って言い過ぎでないと思います。この事件は、もう3号枠欄以来の大事件と、まあ、このように言われたりもします。3号枠欄というのは、江戸時代中期ですね。まあ、1700年代の後半から1800年の初め頃に起きた大事件で、まあ、本願寺のトップが総入れ替えになるっていうね、大変な事件が起きたんですけども、これ以来の、これに匹敵する、 まあ人によってはこれよりもね、悪質な問題であると。こういうことが今現在起きているということなんです。ちなみにこの時もね、その教学のトップ、当時は農家と言いましたけど、その農家制度がなくなって、官学というね、現在この共学を担当します、そういった役職ができたのは、この産後枠欄が終わった後なんですね。この産後枠欄については、こちらの動画で話してますので、下の概要欄、コメント欄から、ぜひこちらもお聞きください。それで今年ですね、 この新しい両下門というのが発表されまして、まあ、各地でね、これを昭和しなさいと。今まであった両下門じゃなくて、新しい方を昭和しなさいと。まあ、そういうね、方針があったんですけども、まあ、これに対して、いろんな反発が受けまして、特に、官学、司教、有志の会、合わせて今、約20名ほどね、おられるんですけども、この人たちが、新しい両下門を取り下げてくださいということで、まあ、はっきりとね、そういう抗議行動を起こしているわけです。 この感覚司教って何かと言いますと、まあ先ほど話したように、教学のトップはね、感覚両党でありまして、これは感覚というね、ま教学に詳しい人たちを取りまとめる、そういうトップが感覚両党。で、司教というのはその次に当たる人たちなんですね。で、複数人いまして、全員が反対してるわけじゃないんですけども、それでも20名というのはかなりの数なんですね。かなりの割合です。で、感覚両党というのは、今変わったばかりですけどね、新しくなったばかりで大変なんですけども、 取り下げろってこう言われる側の人でありまして、漢学両党は含まれませんが、漢学司教という、教学のトップクラスの人たちが20名も、この新しい領言門やめてくださいと、こう言ってるわけです。そして新聞記者からね、漢学司教有志の会の人たちに、今反対運動を起こしてますけども、これ新しい領言門が取り下げられるまで活動を続けるのでしょうかと、こういう担当直入な質問があったときに、そう漢学の一人が、 間違ったものが掲げられていることが問題であると思っておりますので、ご消息、これ新しい両下門のことですね。新しい両下門が取り下げられる、あるいはそれと同じ状況になるまで、我々は声を出していきたいと思っておりますと。まあ、断固戦います、みたいなね、感じで言ってるわけなんですね。ではそもそも両下門とは何でしょうかこれはですね、親鸞主義教えを最も正確に、最も多くの人に広めた、蓮魚商人が書かれたものであります。 何を書いておられるかというと、阿弥陀仏に救われた体験談を書いておられる。非常に重要な内容なんですね。この蓮御将人が書かれた阿弥陀如来に救われた体験談を、西本願寺、いわゆる小西は、両下門という。大谷本願寺、いわゆるお東と言われる方は、これを外家門というんですね。東本願寺、正確に言うと大谷本願寺なんですけどね。前もこういう説明ちょっとしたんですけど、大谷本願寺は東やなーいみたいなね。 こういったクレームが来ましたけど、大谷本願寺の公式ホームページにもね、大谷本願寺、かっこ東本願寺、通称お東みたいにはっきり書かれてますので、もうロゴ自体がね、大谷本願寺、東本願寺ですから、<laughs> すいませんが、クレームする前にもうちょっとね、確かめてから <laughs> 言っていただきたいもんですね。で、ちゃんと、あの、ホームページに書いてますよ、と。返信してもね、もうめくじょ立てて、間違ってる東はね、みたいな感じで書いてた人が、もう、 ノーコメントですよね。すいませんのね。素の字もなく。わかりましたの和の字もなく。まあ、こういうのが多いんでね。やはりもうちょっとこのネット上のリテラシーを上げるというか、文化レベルを上げるとかね。これ私の YouTube に限らず、そういういい加減な非難とかね、ちょっと下品な言葉とか、まあ、こういったことはね、まあ、お互いに慎んでいけたらなと思います。で、話し戻しますと、大谷本願寺、いわゆる東、いわゆるお東と言われる方は、 これを外家門というんですね。同じことなんですけども、呼び名が違うんです。ともに阿弥陀仏に救われた体験談のことでありまして、新、ね、宗聖典とね、言われる浄土真宗の重要なお経とか、それを解釈したもの、まあ、そういったものがね、集められている、宝蔵館から出ている新宗聖典。まあ、これは大谷本願寺の方で作られましたので、外家門となってますが、一番最後ですね、975ページに出ております。ここで大事なのはですね、 蓮ンギョ人が書かれた阿弥陀仏に救われた体験談というのは、三で十方法を貫く体験が、一人の身の上に起きると。そういうことが書かれてるんです。三で十方法というのは、三でというのは、いつでも変わらない。十方法というのは、どこでも変わらないということで。普通のね、体験談というのは、一人一人違いますよね。いわゆる、いつ、どこで、どんなことがあったか。これはみんな違うんですけども、蓮ンギョ人が書かれてる阿弥陀仏に救われた体験談は、時を超えた、国を超えた、 そういった時間とかね、場所とか、個人がどんなことを思ったとか、言ったとか、やったとか、まあ、そういったことを超えたね、共通の体験、万人共通の体験なんです。そういう万人が共通に体験できる、阿弥陀仏に救われた体験を、蓮行書人ご自身が体験されて、それを書き残された。いわゆる阿弥陀仏に救われた心の世界とはどういう世界か。それを書き残された、まあ、お手本のようなね、そういう文章ですから、極めて大事にされているわけです。つまりは、 新卵聖人が救われた体験と、蓮魚商人は全く同じ体験をして、そして私たちも阿弥陀仏に救われたら全く同じ体験になりますよ。こういう体験をするんですよ。三次十法を貫く体験が、私の身に起きた。あなたの身にもね、救われた時に起きるんです。これが、両下門と言われるものなんです。でその両下門のね、全文の解説はこちらの動画ですでにしております。なので今日はこの両下門の中身よりもね、 新しい両下門として、どういうところが問題になっているのか、そちらの方をお話したいと思います。で、まず、新しい両下門と言いますと、両下門を現代語訳したものかな、こう思ったんですけども、まあ、はっきり言って全然違うんですね。いわゆるオリジナルと言いますかね。まあ、ちょっときつい言い方をすると、言語に代わって俺がね、阿弥陀際に作られた正しい体験談を、現代人に分かるように書き直そうと。こう言って作られたようなもんですよ。まあ、ちょっと強めに言いますとね。 でそれが見事なね、はあ、確かに現代の私たちに分かりやすいと。そしてそれが正しければね、まあこんな問題にはならなかったんですけども、内容が非常に問題があったんですね。そしてその発行の仕方にもいろいろ手順を踏んでないとか、越権行為とか、まあごちゃごちゃとこあるわけですけど、まあそっちのごちゃごちゃした方はね、ちょっと今日は置いときまして、大事な教えの面、教義面についてね、どこがどうおかしいのか、いろいろおかしいとこあるんですけども、 あんまりいろいろ話してもこれ難しいので、一つに絞って今日はお話したいと思います。で、おかしいとね、一番言われてる、これ私だけじゃなくて、先ほどの漢学とか司教さんとかがね、言ってる中で一番多いもの、また共通してるものが、この部分なんです。これもう二行目から出てくるんですね。新しい両言語にこう書かれてあったんです。私の煩悩と仏の悟りは本来一つ。これはまあ大変な間違いなわけなんですね。 とはいえ、ね、これ一般の方はどこがおかしいのかってやはりなかなかわからないと思うのでかなり詳しく今日は突っ込んでこの違いについてこの間違いについてお話したいと思いますまず私と仏当然違うんですね私は仏じゃないわけですだから本来一つどころじゃない本来全く別々のものなんですですから煩悩と悟りこれも全く違うんですねもう真逆と言っていいです本来別々のものなんですでどのように違うのかそして 全く違うのに、どうしてね、そんな間違ったことが発表されてしまったのか、それもちょっとね、一時的にぼそぼそ言ったんじゃなくて、これからは新しい旅芸門であります、今では旅芸門なし、そしてみんなで新しい旅芸門を処罰しましょう、これについて話をしましょう、各寺寺にね、もうすごい徹底するっていう、こんなことが起きてしまったのか、その間違いやすい部分、どう間違ったのか、ということについてもお話しいたします。 では最初に、私の煩悩ということについて説明いたしましょう。仏教では、私たち人間のことを煩部と言います。その煩部、私たちというのは、どういう存在かというと、煩悩、愚足の煩部と言われるんですねで。煩悩とは何かと言いますと、私たちを煩わせ、悩ませ、苦しませるものでありまして、代表的なものが、欲しい欲しいというね、欲の心や、イライラ、カリカリ、ムカつくね、 そういう怒りの頃とか、恨んだり、妬んだり、憎んだりする愚痴の心とか、こういう醜い心、恐ろしい心、浅ましい心を煩悩と言いまして、みんなこの煩悩を持ってるんです。いや、煩悩を持ってるどころかね、煩悩、具足の煩悩と言って、煩悩でできてるのが私たちなんですね。雪だるまは雪でできてるように、私たちは煩悩でできてる。雪だるまから雪を取ったら何にも残らないんですね。 まあこのなんか黒いところとか人参とかね、葉っぱとか、まあこういったものが残るかもしれませんけども、まあ雪がなくなったらもう雪だるまでないわけですよ。同じように人間から煩悩を取ってしまったらもう何も残らない。雪だるまは雪、愚足の雪だるま。私たちは煩悩、愚足の煩部であると。このように仏教で教えられるわけなんですね。江戸時代の浮世造史の作家、井原西鶴氏は、人間は欲に手足のついたる物どかし。このように言ってますね。 よく、まあ、煩悩と聞かれたもいいんですけども,も、煩悩に手足がついたものが人間であると、まあ、こういった表現をしています。それで、この煩悩をなくそうとしてね、今でも、比叡山なんかでは、千日解放行といって、千日間大変な修行をしたりいたします。しかし、それでも煩悩をなくせないんですね。だって、煩悩でできてるんですから、悲しいから、煩悩を私たちなくせないわけです。減らすこともできないということなんです。こんな私たちの姿をね、 新乱症人は、市長協業新症に、このように書かれています。ちょっとね、難しく感じられるかもしれませんけど、これ非常にすごいことを教えられてるんですね。普通の人には言えない人間の真実の姿が教えられていますで。まず最初に、一切の群上会と言われてますけども、これが全ての人々ということなんですね。全ての人のことを一切の群上会、このように言われています。その私たち、主情は、虫よりこの方、 ないし、今日、今時に至るまで。果てしない過去からね。今日、今時。今、現在に至るまで、ずっとってことです。そうじゃない時は、ひと時としてなかったということなんですね。じゃあ、ずっとどうだったかと言いますと、え悪お膳にして、悪に汚れてる。この悪というのは煩悩ですね。煩悩に汚れ。汚い煩悩に染まってる。もちろんね、人間同士で言うと、いや、あの人は立派な人だ、素晴らしい人だと。ありますよ。ありますけども、仏様からご覧になられますとね、 清らかな尊い仏様から見られると、人間はみんな盆濃に染まっている。欲を離れては生きていけないんですね。一見素晴らしいことをしても、それは人から認められたい、褒められたいという思いがどこかにないか。だからお礼がなかったりすると面白くない。まあ、最近は少なくなったかもしれませんけどね。ちょっと作りすぎたんでどうぞとかね。ちょっとお菓子作ってみたのでよかったら食べてみてくださいみたいに、ご近所さんにこう渡すっていうことがあります。 その時ねあ、ありがとうございますあの。美味しそうなケーキとかね。こうなるんですけども。もちろんその時にね、お礼言わなかったらこれ、はーしになりませんけども。たとえその時俺を言ったとしても、大事なのは次の日、次、もう一回会った時なんですね。もう一回会った時に、何のお礼もない。何の感想もない。こうなったらですね、なんか心がもやもやするわけですね。それで、いやー、昨日はね、不出来なね、美味しくないケーキね、すいませんでした。みたいな感じで。 受け取ってくださってありがとうございます、みたいな。さっそ水がける。するとね、やっぱ思い出しまして、あ、昨日本当に美味しいケーキありがとうございます。もう娘も大変喜んで、うちの旦那も気に入って、みたいなで。こういう言葉が返ってくると、いえいえ、本当おさま様までした、と言って、すっとね、使いが取れるで。親切にね、ケーキ作ってあげる。これはいいことですよ。だけど純粋にね、清らかな善なら、お礼の言葉がなくてもね、いいわけですよ。だけどもね、 やっぱりなんか言ってもらいたいのね。心が抜けきれない。だからこれレベルの高い話ですよ。レベルの高い話なんですけども、あくまで仏様からご覧になれた私たちの姿ですからね。そうすると、悪に汚れ、煩悩に汚染されていると。悲しいかな。これが人間の実相なんですね。そして、症状の心なく、清らかな心でなく、苔天気嘘偽りでね、へつらったものであったり、 偽物であったり、そういう苔天気であって、真実の心なし、誠の心がない。一っとけなんとかね、人を幸せにしたいと思ってもそれは続かない。それが私たちの現実の姿でないかと。まあ、こういうことを親鸞聖に言われてるで。これはね、俺は立派だがね、お前らはね、エアコ全だ、苔天気だと。こう親鸞聖人が上から目線で言われてるんじゃないです。そうじゃなくて、もう、 この神乱ね、地獄は一条住みかとかし、地獄が住みかの神乱と、単義商にはこのように言われてますけども、そのご自身の姿を通して、万人の姿を知らされた。我が身の真実の姿を通して、万人の誠の姿を知らされた。これを仏教で、一足他と言われるんですね。一人、神乱承認ご自身の姿を知らされた。それを通して、他、万人の姿がまたわかると。こういうものなんですね。まあ今日はちょっとね、説明不足になって、 そんなことないとね。俺は立派だ。俺は素晴らしい。いや、私はあれだけどあの人は素晴らしいと。まあ、こういった気持ちがね、出てくるのは分かられますけども。それはまた別のところでね、詳しくお話し,しますので。まず仏教では、そういうふうに教えられてるんだということをね、知っておいていただければと思います。そして、その煩悩不足の煩部は、無名合唱の病という恐ろしい病にかかってるんだと。このように教えられてます。で、ここも非常に大事なところなんですけども、この煩悩と、 無名、合商の病は別物なんですね。ちょっとややこしいんですけども、無名イコール煩悩で教えられているとこもあるんです。しかしね、この無名と煩悩が違う意味で教えられているとこもあるわけですね。今日話すのは、その煩悩とは違うね、無名、合商の病という、煩悩とはまた違った問題があるんです。これちょっと深いですね。詳しくはね、これもこちらの動画で話してますが、今はね、すべての人は、無名、合商という心の病といいますか、魂の病にかかっていて、 そう、無名と煩悩は違うんだな。少なくとも今日話しされないようでは違うんだな、ということをね、知っていただければ、今は十分であります。で、私はね、私たち、主張は、無名合唱という病にかかっている病人なんですけども、その病を治そうとして、現れた、お医者様に当たるのが、阿弥陀仏という仏様。阿弥陀如来という仏様なんですね。まあ、仏イコール如来なんですけども。まあ、例えるならば、私たちは病人。 仏様、如来様は、お医者様と、こういう関係にあります。でその、お医者様である阿弥陀仏が、私たちの無を合唱の山を治すために作られた薬が有名な、南無阿弥陀仏なんですね。南無阿弥陀仏って、例えるならば薬なんです。もちろん、いろんなことにね、例えられますけど、薬というのは、ピタッとくる例えなんですね。そして、お釈迦様が説かれたお経、お釈迦様ご説法を書き記したものをね、お経といって、 7000冊以上もありまして、これをお釈迦様一切の教えが説かれてますから、一切教と言われるんですけども、その7000冊以上の一切教は、このナムアミダ仏というね、特効薬の効能書きなんです。ナムアミダ仏、たった6文字ですけども、そこには大変な苦毒利益がありましてね、それをこう書き記したのが一切教7000しかも7000のお経でも書き尽くすことはできなかったとお釈迦様ご自身が言われてるんです。 だから、ナムアミダブって有名なんですねで。一言で言うと、特効薬がナムアミダブツですで。そのアミダニュライ、アミダブツが、ナムアミダブツを作られるときのね、ご苦労を新蘭承認、親鸞商人、秘書、協業新商にこのように言われています。ここをもって、ニ来ライ。ここでいうニュライが、アミダニュライ、アミダブツのことです。ここをもってというのは、先ほどのようにね、私たちというのは、過去無料校から、エアコ前にして、コケ天気にして、症状の清らかな心もなく、 真実の誠の頃もない。そういうものだから。そして、無名合商という恐ろしい山にかかっているから。阿弥陀如来は、一切苦悩の主場界を秘密して、この一切苦悩の主場界というのは、私たち、煩悩不足の煩悩。無名合商の山にかかっているすべての人のですね、その私たちをあわれみ悲しんで、不可思議、調裁用語において、もう私たちはもう想像を絶するね、遠い遠い昔にっていうことです。菩薩の行を行事たまえしとき、 これはね、尊い阿弥陀仏が宝蔵菩薩と言われたね、菩薩であったとき、私たち全ての人を救うために、いわゆる生阿弥陀仏を作られるために、大変なご苦労があったんだということを書かれているわけです。で、そのときのお姿が、このようなお姿であったと、親鸞書に言われるんですね。三号の書集、三号で収めるところ。号というのは行いということですけども、行いにも三通りありまして、体でやるという行い、口で言うという行い、 心で思うという行い。これがね、産後なんですけども、ここの産後は阿弥陀仏、阿弥陀由来の産後なんですね。その時の阿弥陀仏のお姿はどうであったか。一年一節なもん。ほんの一時であっても、一瞬の間でも、瞬きする間でも、ということですね。その短い間も、症状ならざるなく、急らかでないことがなかった。ざっと急らかであったということですねここ。私たちの逆なんですよね。私たちは症状の心がない。 先ほど言われてましたね。阿弥陀如来は、症状ならざるなく、二重否定ですから。全く、症状でないことはなかった。常に清らかであった。一年一節なも、清らかでないことがなかった。ずっと清らかであったということです。そして、心身ならざるなし。との頃でないことがなかった。これも私たちの逆ですね。真実の心なしと。過去無量庫から私たちはとの頃はなかったと言われてましたけども、阿弥陀如来は、 一年一節なも、心身誠の頃でないことがなかった。ずっと誠の頃であった。で、阿弥陀由来は、その清らかな誠の頃で、遠慮無限、不可思議不可症、不可説の取得。これが、南ノ阿弥陀仏のことなんですね。遠慮、まあ、窓かでね、駆け目のない満月のようなも、まあ、完全であるということですね。無限というのは、妨げられることがない。崩されることがない。触りがないというのが無限。 不可思議というのはもう思議できない。想像も絶する。不可笑を言うこともできない。不可説、説明することもできない。そういう取得、史上の苦毒最高無常の苦毒生阿弥陀仏のことですね。その遠慮無下、不可思議不可笑、不可説の取得を成就した前に完成なされたんだと。不可思議調査用語の昔、遠い遠い昔に、阿弥陀如来は、清楽な心で、誠の心で、 名の阿弥陀仏の名号を完成してくださったんだと。このように教行新章に書かれてあるわけです。まあ、このようにですね、私の煩悩と仏の悟りは本来一つ、どこでないですね。もう正反対でありました。新郎氏の同じ教行新章にね、私の煩悩とはこういうもの、症状でない、真実でない。それに対して仏様は真実であり、症状であり、誠でなかったことがない、極かでなかったことがないの。 全く別ですよ。正反対ですよ。とはっきり書いてますね。これ、どうこうどう呼んだら本来一つなのっていうぐらいね。まあ、昨日今日聞いた人でもね、今の動画の説明聞かれたらね、いや、これ一つですね。と、こういう方ないと思うんですよ。全然違いました。正反対でした。と誰でもわかる。西本陰のこのトップレベルの人たちですからね、これ間違うはずがないってね、思われると思うんですよね。煩悩と悟り、全く違います。 ちなみにですね、阿弥陀如来とお釈迦様の関係についてはこちらの動画でお話しています。これもほとんどの、ね、方は知られない。まあ、それはほとんど話されないからなんですけども、そういう基本的であり非常に大事な内容がありますので、まだご覧になってない方はぜひこちらでね、阿弥陀如来とお釈迦様の関係について聞いていただきたいと思います。まあ、一言だけ言いますとね、阿弥陀如来というのはお釈迦様の先生でありまして、それお釈迦様ご自身が言われています。話を戻しますと、私たちがね、 ここが私たちがね、仏法を聞き始めの時です。で、仏法を聞き求めていきますと、すべての人は無明妙、合の山にかかっているということが知らされる。私自身が無明という山にかかっていることが分かるわけです。で、仏法を聞き求めていきますと、このね、ここで、この縦の線で、南無阿弥陀仏の薬を飲んで全開する。無明妙、合の山が治った。こういう時が、生きてる時があるんですね。死んでからじゃない。生きてる現在、ただいま。無明妙、合の山が治った。南無阿弥陀仏をいただいて全壊したということが、 あるんです。これ、驚くべきことですね。親鸞聖人は、有名な小進芸に、は、無名は、無名の波が破れた、無名の波が晴れた、無名合昇の闇が治った、ということを、はっきりね、ズバリ書いておられます。当然ね、親鸞聖人が昇進芸書かれたのは、生きてる時ですから、死んだと書かれたというね、<laughs> そういうなんか変な話じゃありませんので、親鸞聖人、生きてる時に、この無名の波が晴れた、こういう体験をされたんです。この 無味の波が晴れた瞬間。これを一年というんですね。一思い。本当は一瞬よりも短い。何億分何兆分の一秒よりも短い時間の極まりが一年であります。でこの一年で無味の波が破れまして、人間にまいてよかったの幸せになる。これを信心欠場というんですね。信心決定と書いて、信心欠場と言います。一年で無味の悩みが破れたとき、新人欠場。本当の幸せの心に決まり定まるということなんです。 このことをですね、わかりやすく図式で説明してみたいと思います。先ほどもお話し,しましたように、阿弥陀如来が私たちの無明豪唱の病を治すために作られた薬が南無阿弥陀仏です。でこの薬である南無阿弥陀仏を妙号とも言うんですね。ちょっと難しい仏教の言葉がね、いろいろ出てきて覚えられるの大変かもしれませんけど、これ極めて大事な言葉ですしね、えー、漢字二字ですので、頑張ってね、覚えていただきたいと思いますけども、妙号というのは、 阿弥陀如来が作られた南無阿弥陀仏の薬のことなんですね。その、名号の薬をいただきますと、南無阿弥陀仏の薬をいただきますと、無明豪唱の病が全開しまして、人間生まれてよかった、幸せになる。これを信心欠如というと申し上げました。その信心欠如のことを、信心のね、二文字で表現されることも多かります。ですから、親鸞将義がね、抱えている信心というのは、信心欠如のことでありまして、 何か心で私たちは信じると。あなたが浮気してないと信じてるとかね。お前の大学合格を信じてるぞとかね。阪神タイガースが優勝することを信じてるぜとかね。こういう信心じゃなくて、もう無名の闇が晴れまして、人間前でかったという幸せになった、そういう心の状態。無名豪唱の病が全開した心の状態を、信心と言います。より詳しく言うと、信心欠如ということなんです。これは、 南無阿弥陀仏の薬をいただいたということなんですね。まあ、薬を飲んで全開したということです。繰り返しますと、無妙合症の病が治ったことを、は、無妙案と、このようにも言われ、新人欠如と、このようにも言われるわけです。ところがね、よくある間違いは、薬が出来上がったことと、病気が治ったことと勘違いする。また、薬が出来上がりましたよとこう聞いたことをね、病気が治ったことと勘違いする。こういった間違いが多いんですね。 確かにね、私たちの山を治す薬が出来上がったということは、喜ばしいことですし、出来上がりましたよってことを聞くってことはね、ありがたいことなんですけども、知識としてね、情報として聞いても、それは病気が治ったことにはならないんですね。実際薬を飲まないと、薬をいただかないと、当然ながら病気は全開しないわけです。ところが、こをね、誤解している人が多い、いや、浄土真宗のね、不教師、僧侶の人までが間違ってね、言っている。 YouTube にもそういった間違った動画があってると。これが困ったもんなんですね。昔しっかりこのがあって、間違いだぞ、間違いだぞと。恋愛症にもはっきり分かりやすく書かれてるんですけども、根深い問題なんですね。まあ、ここを誤解なきようにお願いします。あくまで薬を飲んで初めて病気が治る。全開するわけです。ナムアミダ仏の名号を私がいただいて初めて、無名号症の山は治って、新人結用できる。だから新人結用できたかどうかが大事なんです。もう名号は完成してますからね。 そこはもう問題にならないんですけども。薬のあるなしは問題にならないんですけど、ありますから。その薬を飲んだかどうか、これが大事になってくるということです。そして、その南無阿弥陀仏のことを、市上の苦毒とも言うんですね。市上というのは最高無常。苦毒というのは素晴らしい働きということですけども、これを略して、取得とも言うんですね。先ほども協業新書の言葉にありましたね。遠慮無下、不可主義、不可証、不可説の。 取得を成就したまえ取得という南無阿弥陀仏が成就した。完成したんだと。とですから、南無阿弥陀仏の名号が取得なわけです。その南無阿弥陀仏をいただいたということは、南無阿弥陀仏と一体になったということであり、これを取得愚足とも言うんですね。私たち煩悩愚足の煩布が、煩悩愚足の煩布のまんま、取得愚足になる。市場の苦読である南無阿弥陀仏と一体になる。しかも煩悩を持ったままで。だからですね、 煩悩と無明豪唱の病は別物だとお話しましたよね。ここが大事なところなんです。もし無明豪唱の病と煩悩が同じなら、無明豪唱の病が治ったってことは煩悩がなくなったってことですよね。しかし違うんですね。無明豪唱の病と煩悩は違う。だから、煩悩あるままで無明豪唱の病が全開したということがある。言葉変えれば煩悩あるまんまで救われる。煩悩あるまんまで救われるから、すべての人が救われるということです。なんかものすごい修行をね、 成就した人だけが救われるとか、もう座禅ですごい境地にたどり着いた人だけが救われるとか、こういうものじゃないっていう、ここが素晴らしいところなんです。これが真珠の仏教、浄土真宗。それのすごいところ、万人が救われますからね。救えた、真人意をしたことを、取得具足と、このようにも言われるわけです。まあ、いろんな角度からね、その素晴らしさを表現しているわけです。もうちょっと別の言葉で言うと、取得と一体になったということなんですね。 南無阿弥ダブと一体になったということです。一体と合体は違いましてね。合体というのは、サンドイッチとかハンバーガーみたいなもんで、パンとね、卵と野菜とか、お肉とか、まあ、そういうものがこう挟まってますけど、これ転んで落としたりしたら、バラバラにこうなったりしますよね。今一応一つになっているけど、バラバラになるもの。これを合体というんですね。一体はもう一つになったら分けられない。ちょうど真っ赤になった墨のようなもの。墨と火というのはもう全く違いますよね。墨は黒くって、 まあ冷たくって、まあ、触ると汚れるもんですね。それに対して火は赤くって、熱くって、時によって消毒なんかにもね、使われるもので、炭と火はもう全く反対のようなものですけども、しかし、真っ赤になった炭は、もうこっからここから火、こっからここから炭と分けられないですね。こういう状態を一体と言います。で例えるならば、煩悩不足の人間、これが炭であり、ラムアミダ物は火なんですね。 で本来別々のものなんですけど、全く違うものなんですけども、その生阿弥陀仏と煩悩具足の私たちが一体になる。これを取得具足というんです。取得である生阿弥陀仏と私たち人間が一体になる。そういった幸せになれますよ、ということもね、親鸞正義の主張、教行心証に書かれております。はい、改めてこの言葉を確認してみましょう。私の煩悩と仏の悟りは本来一つありましたけども、 煩悩と仏の悟りは明らかに本来別々でしたね。別々だったんですけども、阿弥陀仏に救われると、南無阿弥陀仏の取得をいただくと一つになるわけですね。これが取得不足の訳だから本来一つじゃなくて、救われたら一つになる。ここがごっちゃになってたっていうことなんでしょうね。それで間違った。本来別々なのに、南無阿弥陀仏をいただいて一つになるということなんです。またですね、今回間違った理由として考えられるのは、この巧妙。 これは仏様の力を言うんですけども、まあ、特にね、浄土真宗では阿弥陀仏の力を言うわけなんですけども、これに大きく2つあるんですけど、この区別がついてないところから出てきた間違いだと思われます。ちょっとね、また専門的な言葉が出てきますが、まあ、説明聞きはそこまで難しい話ではありませんので、安心してね、続けて聞いていただきたいと思いますが、先ほど申しましたように、阿弥陀仏の力、巧妙にも2通り大きくありましてね、その1つが変状の巧妙と言われるものです。 こういう字を変えて、返上と読みます。文字通り、あまねく照らす光、力なんですね。光妙というのは仏様の力ですけども、阿弥陀仏の力があまねく照らされている。すべての人が、この返上の光妙に照らされているんですね。いわゆる阿弥陀仏の慈悲の力がかかっているということなんです。これはすべての人なんです。有名な単牛賞には、老将全幕の人を選ばず、こう書かれてまして、 老いも若きもね、差別がないんです。80歳までの方にはね、かかってるけどね、81になるともうちょっと手遅れやということで、光が当たらなくなるとかね、20歳になったら当たるよとね、こういうもんじゃない。老いも若いも関係ないです。すべての人に当たってる。で全幕の人を選ばず、全人悪人。これもね、差別がない。素晴らしい人にはね、あなたは素晴らしいから助けようと、そういった光がかかっていて、悪い人はね、 まやもはそんなね、もう煩悩まみれで、もうお前は助けないと。こういうこともね、仏の慈悲は平等なんですね。先ほどね、人間はみんな煩悩不測で、出役お前だ、け天儀だと散々言ったじゃないかと。なんで善人なんているんだと。困れるかもしれませんが、まあ、これは人間のね、相対レベルの善人悪人であったり、善人とうぬぼれてる人をね、仮に善人って言われたり、まあそういうことであって。 まあ今日は本当ね、究極の結論を言ったわけで、普通はね、それ受け入れられないんですよね。全員がね、悪人とはとても思えないわけです。しかも人間レベルなら、全幕相対がこうあるわけですね。しかし、仏様の学校からご覧になると、善人も悪人もない。まあそういう意味だけで、仏様の学校からご覧になると、みんな煩悩不足のボンブなんですね。だから逆に言えば差別がないんです。いいも悪いもねも、みんな煩悩不足のボンブですから、仏の学校からご覧になると。だからもう差別がない。 老少全幕の人を選ばず、偏助の巧妙は全ての人にかかっているということなんです。もちろん、頭の良し悪しとか、器量の良し悪しとか、そういった差別は一切ありません。でその偏助の巧妙のことを、長熟の巧妙とも言われるんですね。これは同じ偏助の巧妙を違う角度から説明しているものです。どういうことかというと、全ての人にかかっている偏助の巧妙は、長熟という働きがあるということなんですね。 長熟というのは、整え、熟させるということですけども、私たちの心を整え、熟させるということです。私たちは、無明の闇に追われている。言葉変えれば、無を豪商という山にかかっていますけども、その私たちを導いてですね、炎上の明長熟の光明の働きによって、導きまして、半ンンガンこの無明の闇が破れて、人間究極の願いが満たされる。いわゆる人間前とよかったという幸せ。この半ンンガンの世界まで、 導くのが、返上の巧妙、長熟の巧妙の働きであるということなんです。私たちは、この阿弥陀仏の働きに導かれて、この横の道を進んでいるということなんですね。言葉を変えれば、仏縁、阿弥陀仏のご縁を深めさせていただいているということです。それが、心が整う、熟していくという意味なんです。立派な人間になっていくという意味ではないんですね。仏縁が深まっていくということです。まあ、よく、これ、柿に例えられますけども、はじめは青柿。 全然熟してなくて、もう硬くてね、叩いても落ちてこないんですけども、火にさん,さんと照らされていきますと、だんだん熟していきますよね。色が赤くなっていくというか、まさに柿色になってきて、そして柔らかくなっていく。で最後は、ふっとね、風が吹いただけでも、トンとしただけでも、でもう何もなくても最後にポトンと落ちると。こういうことがあるように、だんだんと熟されていく。私たちも変状の巧妙、長熟の巧妙によって、だんだんとね、熟していく。仏縁が深まっていくと。 いうことですそしてこの縦の線で半ンガンとむめなみが破れて、新人欠場、無めを商の病が全開するわけです。で、その新人欠場する前、この縦の線よりもこっち側を神前、新前新人欠場する前、新前というんです。で、この縦の線が、新の一年っていうんですね。途中で一年、時間の極まりということで話をしましたけども、それは新人欠場したね、一年ですから、新の一年というわけです。 そして、この真の一年から向こう、新人結意をした後を、真後というわけですね。このように、真前、真の一年、真後とあるわけです。ここがね、もうごちゃ混ぜになっているというか、この区別がつかないというか、大雑把になっているというか、ぼやーんとしているとか、これがもうほとんど、残念ながら、この真前、真後の水際、新人結意する前はこうで、新人結意した後はこうなるんですよ。どんどんわからないけど、みの網は晴れるんですよ。そういった真前、真後の水際、 究極には真の一年。これが寛容なんです。実は両下門にはこの真の一年の寛容、そしてその信仰の心が教えられてる、書かれてる。これが両下門なんですね。しかし現在、このことを解く人がね、本当に少ない。で私はね、この心前信仰の水際、これを解くことが大事じゃないですか。真の一年寛容じゃないですか。言ってもね、なあ、そんな心前信仰の水際なんて聞いたことがない。言ってるのはあんたらぐらいだよと。<laughs> こんなことをね。 それこそ本願寺の相当の立場の人が言ってるんで、もう本当に残念。もったいない。そしてですね、真の一年で無名の闇を晴らし、その時にね、本当の幸せにガチッと収め取られて、もう崩れない、わらない幸せになる。そういう働きを摂取の巧妙というんですね。これは返上の巧妙、長熟の巧妙とは別の巧妙なんです。返上の巧妙と長熟の巧妙は同じ、イコールなんですけども、この返上の巧妙、長熟の巧妙と摂取の巧妙は別でありまして。 これが巧妙に二つあるということなんです。なんか一見三つあるように見えますけどね。これは大きく分けて二つなんですね。で、これの区別がついてないもんですから、返上の巧妙で、すべての人に仏の力が働いてますから、もう救いは届いてる。本来ね、私と仏は同じなんだ。このように誤解してるんですね。確かに仏様の慈悲はすべての人にかかってますけども、真の一年で無名合の病が全開して、新人欠をしたときに、 初めて、取得、愚足。ナムアミダブツは私が一体になるわけです。これは摂取の巧妙からの話なんですね。摂取の巧妙は全ての人を照らしているわけじゃないんですよ。これは差別してね、この人は照らそう、この人は照らさないと、こういったものがあるんじゃなくて、先ほどから例えてますように、アミダブツはお医者様ですから。病人である私たちをなんとか治そうとしているわけです。治そうと一生懸命になっておられるんです。しかし私たちの病があまりにも重いので、 迷いがあまりにも深いので、こうしたらああしたらと、こう、導いてくださっているんですね。まさに、長熟してくださっている。ナムアミダブツというね、種をまきたいと。こもっても、あまりに私たちの心がね、荒れ果てて、こっちが悪くて、そこに種まいてももう、芽が出ないと、まあ。例えるならばですよ。それで、万根作説した心ともね、このように言われたりしますけども、もう木の根っこがもう複雑にこうね、絡まっていて、石がごつごつあって、乾きききっていて、 種が負けない。それを耕して、熟して、この真の1年で南無阿弥陀仏の種を頂い,いて、先ほどの例えでいうと、薬をいただいて、病が全壊する。差別しているんじゃなくて、お医者様として全力で助けようとしてるんですけども、まだね、仏縁が熟していない、それでまだ助かっていない人と、助かっている人があるということです。で、神前は、返事の巧妙、阿弥陀仏の光明がすべての人に当たってますけども、摂氏の巧明は、取得不足になった人。 生ムアミラ一体の似合った人が照らされている光ということで、この違いがごちゃごちゃするところから、私の煩悩と仏の悟りは本来一つと、こういう誤解が出てきたんじゃないかなと思います。ですからこれ、極めて大事な問題であり、大きな間違い。そしてこれはね、間違いだと、この多くの人が言っている今こそ、この正しい意味を知っていただきたいと、こう思うわけですよ。違う違う、ね、これは回答としては合ってるんですけども、 なぜ違うかどう違うのかなぜ間違いなのかどうして間違いやすいのかこういうところまでね、この機会に知っていただければ、これはいい声になったと、こうも言えると思うんですね。ではね、その大事な両下門、阿弥陀嫌いに作れた万人共通の体験のお言葉について、最後ね、紹介したいと思いますが、まあ、パッと見てね、これはちょっと手強いというか、この私には無理、とても理解できない、もうさようなら、みたいなね、<laughs> こういう気持ちになれるかもしれませんけど、まあ、こういうね、 お言葉ですね。もろもろの造業雑種自力の心を振り捨てて、一心に阿弥陀如来、我らが今度の一大事の御所、御助け将来へと頼み申して僧侶、頼む一年の時、王城一城、御助け事情と存じ、この上の商名は、御恩放者と喜び申し僧侶、この御断り、長文申し訳僧侶こと、御解散承認御出世の御恩。次第僧上の前時式の朝からざる御関家の御恩と、 ありがたく存じ候この上は、定め置かせられる恩ンを着て、一号限り守り申すべく騒動。このね、全文の説明はこちらでしておりますので、ぜひこちらもお聞きください。このチャンネルの更新情報や、最新の有益情報が届きます、無料メールマガのキャンペーン中です。こちらの QR コードや、下の概要欄、コメント欄からご登録ください。また今日の内容が少しでも良かったなと思っていただいたら、高評価ボタン。 コメントもお待ちしてます。今日の関連動画はこちらです。両下文全部の説明はこちらからお聞きください。チャンネル登録まだの方はこちらの丸いところを押していただいてチャンネル登録お願いいたします。更新情報の案内も届きます。それではまた。